1番線に停車しているのが八尾南行きであります。そうですね、6時10分発でしょうかね、電車になるんですけれども、今来ているところは第一駅であります。森口市のですね、大阪モノレールの乗り換え駅ということなんですが、この先がですね、2両停車することができる、停車線ということなんですけれども、まあ、この先のですね、延伸がどうなるかというところ、まあ、ちょっと私興味を持っているのは私だけということなんでしょうかね。ちょうどですね、これが1、2番線なんですが、時間帯によってはですね、2番線を使うこともあります。まあ、大抵はですね、1番線からですね、使われることが多いこの第一駅なんですけれども、ちょうど5号車付近の方にはエレベーターがあります。そして3号車と4号車の間には、上り専用のエスカレーター B 階段ですね、こちらがあります。第二次駅の改札はですね、どちらかといえば1箇所だけになってまして、谷松線は3号車が女性専用車両ということなんですが、ちょうど止まっている22系の第2編成はこうやってですね、花火をイメージした車内になっているんですね。で、2号車付近に来て、もう一つ階段があって、この先から、森口の方へと向かうホームの構成ということになります。では上の方へと上がってきます。 C 階段から、改札階の方へと上がってきました。その C 階段の、奥に行くとお手洗いがあります。そして A 階段方面のですね、右側には駅長室があって、その、改札の、右側の方には乗り越精算機があります。そして、改札機がですね、合わせて6台、入場専用が、2台、そして試乗専用が2台で IC 専用が1台あるという構成です。券売機はピンク色が2つ、そして青色が1色、1機ですね。そしてエレベーターがあります。こうやってここから地下道の方へと上がってくるエレベーターがあります。そしてこちらが第二次駅周辺の地図であります。1、2号出口から出てくると、イオンモール第2次の方へ出てきて、3、4号出口の方に出てくるとファミリーマートがあって、今は休止してるんですけれども、この後図書館にリニューアル予定のムーブ21は休館中、来日公園の方へと向かうことができます。で、5、6号出口の方に行くと大阪森口プラザホテル来日前、あるいはですね、八雲東町方面へ、そして、7、8号出入り口になると大阪メトロの来日検査場から国道1号線沿いへと向かうことになります。来日の地下道の方へと出てきました。ここがですね、1、2号出入り口、そして3、4号出入り口の分岐点ということになるんですが、今回はですね、3、4号出入り口側の方から行きたいと思います。こうやって3号出入り口側の方には新たにエレベーターが付けられたんですね。自転車を乗ることができて、ここからですね、こちらが朝の大日交差点であります。大阪モノレールの大日駅前、国道1号、そして府道13号の京都森口線の、分岐点というところなんですけれども、まあさすがにですね、主要国道ということもあって朝から非常に交通量が多いですね。その上を走っている大阪モノレールも、5時台後半に始発を迎えるということで、今日はちょっと雲が多めなんですけれども、風がですね、ちょっと涼しく感じ、冷たく感じてですね、まあ、長袖で十分なほどのですね、陽気になっているようですね。そしてこちらが、1号出入り口ですね、来日地下道への進入口、そしてこちらの方に行くとですね、大阪モノレールの、来日駅があります。ここには紫色が2つ、そして、朱色がですね、1つあって、その1つが、IC カードをですね、
利用できる券売機ということになります。そしてこちらがイオンモール大日、その奥に行くと、高層のですね、賃貸マンションをですね見ることができます。こちらが、1号出入り口の、地下道への進入口ということになります。でこの道をですね進んでくると、自転車駐輪場ですね、駐輪場の方に向かっていって、そして奥に進むとイオンモール大日の地下の方へ、そしてさらには、森口市の大日サービスセンターの方へと向かうこともできます。5、6あるいは7、8のですね出入り口からはですねこの2箇所から行くことができるんですけれども、3、4号出入り口に行ったときはですね、右側の方から行ったんですが、今度はこの左側の方から行ってみたいと思います。その、真上を、大日の交差点があるということになりますね。7、8号の、出入り口の方、5、6号の出入り口の方に来ました。こちらに来るとスロープがあるんですけれども、こちらの方にもですねエレベーターが設置されたんですね。エレベーターを出てすぐに中央環状線、そして近畿自動車道のですね高架の姿を見ることができます。これがですねエレベーター乗り場ということで、そしてこちらが5、6号の出入り口、地下道への進入口ということになります。その先を進むと大日の交差点が広がってきて、鳥海大橋方面へ向かう車の列を見ることができます。こうやって近くには大日駅前ビルの駐輪場があってですね、150円で1回利用できるという、まあ、24時間ごとになるんですけれども、90分まででしたら無料で利用できるということですね。そしてこちらは美化推進重点地区になっていて、この付近はですねタバコの吸い殻や空き缶のポイ捨ては森口市町の美化推進に関する条例に基づいて、禁止ということになっているようですね。その先を歩いて進むと京阪森口市駅あるいはリムジンバスのですね、乗り場のバス停へと進んでいくことができます。ここからは7、8号出入り口の方へと向かっていきます。でここからもですね、地下鉄谷間線の大日駅へとつながっているんですね。こちらがですね、2つ目の出入り口ということになってきます。左側に行くとですねこうやってスロープが広がっていて、そしてエレベーターがあります。そしてこちらがもう一つの出入り口ということで、こちらにもエレベーター、既存のですねエレベーターが置いてあります。7、8号出入り口側の、地下道への進入口の地上へと出てきました。こちらに行くとですね、居酒屋があったり、そしてカラオケボックスがですねカラオケ店があったりしていてですね、こちらもですね、店舗がですね並んでいるところということでして、国道1号線を見ながらですね、右の方へと進んでくることができます。そしてですね、乗客が並んでいる様子がですねご覧いただけるかと思うんですけれども、ちょっと歩くとですね、京阪寝屋川寺駅方面へのバス乗り場があるということになります。ちょうど今ですね、京阪森口市駅のバスが入ってきますが、本当にですね多くの方が乗っていらっしゃる様子が伺えます。ということでですね、国道1号そして京都森口線の分岐点の大日、ショッピングモールがあり、そして店舗もですねいっぱいあってですね、そしてその地下道を通りながら、第2周辺をですね散策するにもですねぴったりのポイントではないかと思います。地下鉄谷松線の大日駅を周辺を紹介しました。